元林西金は、白木の第十五代の王であり、生は昔死。第十一代の女奮西金の孫であり、父は遺産の昔骨しく、母の名は伝わらない。三国式白木本に、麒林西金期の文中及び、三国維持王歴では、元立とも記される。三百年一月、和国と使者を交わし、三月には、洛郎、大宝の二国が起伏してきた。 307年、国号を白木に戻した。在位13年にして310年6月に死去した。埋葬地は伝わらない。三国式白木本に、麒麟に資金機の文中では、骨粛が除粉に資金の孫であるとも言う。ここで言う落老、大宝は、五官や精神の軍ではなく、国名であり、公海北道、大鳥山軍分井の本サリンユートに否定する説が、有力とされる。 白木本議、麒麟西金十年上に、復刻号白木。とあるが、元林西金までの白木本議においては、始祖各巨星こそ観測域において、ジョナ名罰と合意、第四代、脱会西金が、金八を得た時に、鳥林と合したことが見えるのみである。第十七代、那骨西金の時代に、全身に調校してからは、 白ラが国際的に通用する国語となったと見られているが、第22代、地章マリツカンの時代にも国語を白ラと定めたという記事が見える。ありがとうございます。